飛行機です。息も白い。おはようございます。調子乗って飲んでたら。Are you ready? Are you ready? さて今日はですね、先日北海道の方に行ってまいりまして、いわゆる日本のバスケットリーグ B リーグというもののオールスターゲームが北海道であったんですよ。場内 MC をやらせていただくという大変名誉なお仕事だったんですけれども、せっかくだからちょっとこう北海道を満喫しつつ、いわゆるこう今ね、いろんな YouTube で多いあの Vlog 的なやつをやってみようかなと、今日は北海道来てますみたいなやつをやってみようかなと思いまして、あのオズモのオズモアクションといういわゆるアクションカメラを使って、もうこうやって持っていろんなところで撮影してみました。これがまた難しくてですね、でさらにはその北海道滞在中にもいくつか事件があったんですけれども、もしよろしければその模様、見ていただきたいなと思います。ということでテキーラの、いわゆる仕事の裏側ですかね、仕事です、というのを in 北海道ご覧ください。初めての Vlog です、どうぞ。羽田空港に来ております。今日もしかし羽田空港着いてから一番遠いところだったのにだいぶ歩かされましたね。人が多すぎてあんまり取れなかったんですけども、飛行機です。とりあえず今搭乗前に草ハイコのシウマイ弁当だけ先に食べちゃおうかなと思います。こんな感じ、イエーイ、いただきます。ということで、こいつを食ったらご案内いたします。こいつを送ったら、あ、やばいやばい、行かなきゃ。じゃあ北海道行ってきます。着きました、新千歳空港です。この Vlog 風の録画は初めてなので、なんかこう人目が気になりますね、周りの一人でブツブツ喋ってはるなみたいなね。さあということで、あのこの後北海エールという会場に向かうんですけれども、正直それがどこか分かっていないのでそれを調べて向かおうと思います。なんか気まずいところを抜けましたね。新千歳空港って俺地味に初めてかもしんないな、初めてだわ。さあ新千歳空港外に出てみます。よいしょ、おお雪降ってますね、息も白い。さあ、ここからどうやって行くんだろう。そんなわけで調べます。そっか、着替えるか。OK, we are ready! それじゃあ会場入りしてみましょう。会場入ったら15秒しか映せません。OK, this is like that! この会場です。よろしく。入念にチェックをしてみます。OK が出ました。さあ、それでは参りましょう。Are you ready? Ready, go! Time is clocking! 時計が動き始めました。1投目、2投目、さあ、どうだ、決めた。 1 point, 2 points, 3 points! マレーボールも決めてきた。さあ、セカンドスポット、人類は負けてなるものか、佐藤選手のチャレンジ。ただいま40秒経過、ネクストスポット、
たくさんの緊張感とともにテンポよく集中、ここで終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。めっちゃ疲れました。長かった、超長い一日でした。ね、これからちょっと反省会というのも。 Yes Drinking time. Yes, we need a beer. Yes. And we made it. We made it. We've done it. Believe. 後ほど。おはようございます。鳥の巣みたいになってますね、頭が。本邦初公開、寝起きテキーラです。今回実はそのスタッフさん、舞台周りのスタッフさんに米米クラブのツアーでご一緒させていただいた皆さんもいたし、あとは B リーグ周りのいわゆるスポンサードのところとか、あとはハーフタイムショーのアーティストさん枠だったりとか、とにかくその学校の同級生とかが多くて、で、石井アナ、TBS の石井アナも同級生なんですけど、というか慶応周りの子たちが結構見に来ててすごい嬉しかったですよね。なんていうか、みんないたから安心して、僕は B リーグは初めてですけど、MC できましたね。で、終わった後打ち上げは、1回目はMC チームと、海鮮を食べに行きました。すごい美味しかったんですけど、2軒目は結局みんなで飲もうって他の同級生とか言ってたんですけど、米米チームの皆さんと合流をして、すっごい狭いところでひたすらハイボールを飲むという。で、帰ってきたら4時でございましたね。で、今起きて11時半です。やっちゃったな、久しぶりに。で、今日はちょっとゆっくりできるんで、北海道を探索していこうかなと思います。お見苦しい姿を失礼いたしました。テキーラです。後ほど。朝レモンサワーです。調子乗って飲んでたら飛行機間に合わなさそうです。ただいま札幌駅。すいません。20時5分でいいのね。じゃあチャージするから。ちょっと待って、どうでしょう。フォロー、お前かな。バケマジしてるね。セラスリー。今、20時55分です。何時の飛行機でしたっけ？ジャスト5分しかねえから。どうしよう。とりあえず、チケット準備ね。チケット準備です。これ。やべ。OK。やべ。Get ready.Are you ready? Oh shit! Come on! Miracle. 乗り換えが遅れてるそうです。っていうことは、俺らも乗れる。We made it. We made it. No. This transfer が。ただいま前方の窓が閉まりました。皆様の着席を確認した後、出発します。
See you in Tokyo again. 無事羽田着きました。僕が日当を忘れて一回取りに戻るというのを最後までご迷惑をおかけする内容でございました。というわけで初 Vlog でした。うまく編集できるかな。さあいかがだったでしょうか。テキーラの Vlog、 初めての Vlog in 北海道ということでお送りさせていただきました。かなりこうアクシデントもあったりですね、あとは人の目が気になってちょっとこう喋り声が小さかったりとかして大変申し訳なかったんですけれども、これはちょっと慣れていこうかなと思いますので、ぜひ、今後地方に行ったりとかですね、こういう仕事の裏側を映すような Vlog っていうのをやっていきたいなと思いますので、まあこんなことやっていただきたいとか、こんなことどうですかとかっていうアイデアがありましたら、ぜひコメント欄の方に、残していただきまして、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでお送りいたしました、テキーラ初めての Vlog in 北海道でした。ありがとう。